アメリカ合衆国議会議事堂のドームアメリカ合衆国の首都の一覧では合衆国各州及び各海外領土の各及び現在の首都、州都を一覧で示す。ワシントン DC は1800年以降アメリカ合衆国の首都となってきた。これ以外に議会の集会場所となり、それゆえに首都と考えられた都市は8つある。さらに50州やいくつかの海外領土はそれぞれ首都を 維持している。アメリカ合衆国50州のうち33州は、州内で最も人口の多い都市ではないところに州都を置いている。ニュージャージー州、トレントンとネバダ州カーソンシティの2つだけは他の州と境を接しており、アラスカ州ジュノーはカナダのブリティッシュコロンビア州と境を接している。A 下表に示す開始年はその都市が州の唯一の州都として継続的に機能し始めた都市を示している。客中インディアナポリスはアメリカ合衆国で2番目に大きな州都であり、アメリカ合衆国中西部では3番目の都市、かつミシシッピ川より東では最大の州都。ボストンはマサチューセッツ州、ニューハンプシャー州、 ロードアイランド州の3州にまたがり、ボストンマンチェスター・ウースター大都市圏を形成。エルパソデル・ノルトが1680年から1692年の、プエブロの反乱の時に亡命政権のサンタフェデ・デヌエボ、メヒコの首都として機能した。コロンバスは、オハイオ州最大の都市であるが、都市圏としては、クリーブランド都市圏と、シンシナティ・県タッキー州北部都市圏の方が大きい。 プロビデンスは1636年から1686年と1689年から1776年にも首都として機能した。1776年から1853年は5つの都市との共同シ都であり、1853年から1900年は2つの都市との共同シ都だった。州内最大の都市ではない州都の中では最大の都市、都市圏は ダラス・フォートワース都市圏が州最大。当初地域とは50州及び連邦の地区であるコロンビア特別区に所属しないアメリカ合衆国の領土である。1774年から1800年の間、アメリカ合衆国議会は多くの場所で議会を開いた。このために、下記の都市はかつてアメリカ合衆国の首都だったということができる。 第一次大陸会議第二次大陸会議連合会議アメリカ合衆国憲法バーモント州がアメリカ合衆国14番目の州として加盟する前はバーモント共和国と呼ばれていたこの時代に2つの都市が首都として機能した現在のバーモント州の州都はモントピリアであるハワイは1898年にアメリカ合衆国領土となる前は独立国だった 三つの都市が首都として機能した。テキサスは1845年にテキサス併合でアメリカ合衆国に加盟するまでテキサス共和国として独立国だった。七つの都市が首都として機能した。アメリカ連合国が存在した期間三つの都市が首都として機能した。アメリカ連合国の憲法制定会議は1860年12月にアラバマ州モンゴメリーで開催されて、 アメリカ合衆国からの脱退を図ったが、これはアメリカ連合国当初の7州の中で、モンゴメリーが地理的中心にあり、最大で最も影響力がある都市だったからである。アメリカ連合国最初の首都は1861年2月4日に、モンゴメリーと定められ、同年5月23日にバージニア州が加盟した後に、同州リッチモンドに移されるまで続いた。 アメリカ連合国の北バージニア軍が南に押し込まれ、リッチモンドが北軍に落とされた後の1865年4月2日、アメリカ連合国政府は唯一使うことのできた鉄道を使ってダンビルまで逃亡した。アメリカ連合国の州都はアメリカ合衆国から脱退した後もそれまでと同じ都市だった。州都のいくつかは前進する北軍の前に止まるために一時的に移転された。 アメリカ連合国の地域が占領されると北軍はそれぞれの地域に軍政府を樹立した。1865年4月9日にバージニア州アポマトックスコートハウスでロバート・イーリー将軍の北バージニア軍が降伏したことに続いて南北戦争が終わりアメリカ合衆国から脱退してアメリカ連合国を形成した11州は順番にアメリカ合衆国議会に認められた。 上院議員と下院議員によって置き換えられた。その経過は1866年7月24日のテネシー州をはじめとし、1868年6月22日のアーカンソー州、同年6月25日のルイジアナ州、フロリダ州、ノースカロライナ州及びサウスカロライナ州、同年7月14日のアラバマ州、1870年1月26日の バージニア州、同年2月23日のミシシッピ州、同年3月30日のテキサス州と続き、最後は1870年7月15日のジョージア州だった。アメリカ合衆国議会による認知が、州という状態を決めるものだったかについては、いくらかの意見のフィッチがある。テキサス州対ホワイト事件に関するアメリカ合衆国最高裁判所判決では、テキサスは、 アメリカ合衆国を離れたことがなく、基本的にかつての領土は、州として受け入れられ認識され、永遠にアメリカ合衆国の州であると裁定したことで、この点に関する問題を提起した。裁判所判決は、革命によって、あるいは各州の同意によって、アメリカ合衆国が分裂する可能性も許容した。現在のアメリカ合衆国領土内には、法的な独立主権国家として、 公式には認知されることのなかったいくつかの国があった。しかし、これらの国家はその存在中にそれぞれの地域を事実上支配したのも事実である。フランクリン国はアメリカ独立戦争が終わってから間もない時期に後にノースカロライナ州が連邦政府に割用した地域から自律的分離派が作った国だった。フランクリン国領土は後にテネシー州の一部になった。 公式にアメリカ合衆国に受け入れられることはなく4年間存在しただけだった。マスコギー国はフロリダで短命に終わったインディアンの国だった。クリーク族やセミノール族などいくつかの部族で構成された。1799年から1803年まで存在した。首都は一つだった。西フロリダ共和国はルイジアナ州、ミシシッピ州、フロリダ州及び アラバマ州の一部からなる短命の共和国だった。インディアンストリーム共和国は現在のニューハンプシャー州内にあった独立国だった。リオグランデ共和国は現在のテキサス州とメキシコの領土を含む独立国だった。カリフォルニア共和国は1846年にメキシコからの独立という行動の中でカリフォルニア州の北中部の小さな領域が宣言した国だった。 この共和国は解体されるまで、ほんの1ヶ月存在しただけであり、進軍してきたアメリカ軍と合体し、その後米北戦争の終結によって1848年にカリフォルニアがアメリカ合衆国に並行され、その一部になった。この大変短命のカリフォルニア共和国は、アメリカ合衆国、メキシコあるいはその他の国に認知されることはなかった。事実へ唯一の首都が存在した。 当初13植民地の大半はアメリカ独立戦争の間にイギリス軍によってその首都が占領されるか攻撃されるかした。州政府は運営できる場所で運営を続けた。ニューヨーク州は1776年から1783年まで占領されていた。同じような状況は米英戦争、南北戦争の時の南部州、およびプエブロの反乱の時のニューメキシコ州で起こった。 22の州とはその州が州となる前から首都だった。これはその前身である領土、植民地あるいは共和国の首都として機能したからだった。ボストンは1630年以来の継続的な首都であり、アメリカ合衆国の首都の中で最長不当のものとなっている。ニューメキシコ州サンタフェは1610年に首都となって以来最古のものだが、プエブロの反乱の時に中断された。 下表は次の情報を含んでいる。州名、州成立の都市、現在の州都は太字で表示各州都の開始年、多くの場合現在州の元州都は現在の州領域の外にある。これらの都市は現在の所属州をッコ内表記で示す。A カーソンシティの都市化された地域はカリフォルニア州都の宗教から約15マイルにあるとしてもカーソンシティ都市県は ネバダ州宗教に接している。同様に、ジュノーの首都、ボロは、ブリティッシュコロンビア州との国境まで伸びているが、ジュノー市の市境は、カナダ国境から35マイル離れている。ジュノーを参照。B 連合会議は、怒れる兵士たちの暴動のために、フィラデルフィアを離れることを信いられた。C ・ジェームズ・マディソン大統領は、1814年8月24日から25日の、 ワシントン焼き打ち後、メリーランド州、ブルックビルのケーレブベントリーの家に逃げた。議会は開かれていないという事実はあるが、ブルックビルの町は、1日だけのアメリカ合衆国首都を主張している。A ブリーフヒストリー、タウンオブブルックビル、メリーランド、2008年10月7日閲覧、お参照。ありがとうございます。